はい、こんにちは、ライターの羽田と申します。私は今大峰山に来ております。なぜこちらにこの天気の悪いところに時にいるかというとですね、ちょうど6年前のこの時期に、ここで遭難事故が起こりました。その現場に来ております。で、今日はその現場を実際に、遭難した方と一緒に検証したいと思っております。で、その当事者である、富樫さんと今日一緒に来ております。で、富樫さん、一つ今日よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。この道は何となく記憶にありますか？いやー、全くないですね。いや、だから本当に視界が全く効かなかったので、はいはい、この道だけがこうなんとかわかるという状況で、結構斜面きついところずーっと降りてきて、で、パッとこう開けたところに出るんですよね、当時。でも開けてるというとさっきのところ、いやー、ここじゃないな、ここじゃない、まださっきの方が近いですよね、はい、風景的には、はい、今は向こうにリボがあったので、まあ向こうかなっていう感じはあるんですが、少なくともこの標識自体は向こうを指しているので、だからこの標識をもう頼るしかないとなると、方角的にこっちかって言ってこっちに行ってしまった可能性は高いかもしれませんね。そうですね、こっち行った可能性ありますね。当時ね、ずっとこっち行くとどうなんだろう。そっか、ここら辺で道迷ったのか。どうですか、戻ってきてみて。いや、今となってはそれなりに標識もあるし、あそこにああやってリボンがね、たなびいてますし、ああいうのを見ると、ああ向こうだっていうのがすぐ分かりますけど、当時はああいうのがなかったから、もうちょっとっていう感じでしたね、はい、あの当時はね、何だろうっていう感じをしました。まあ大雨の中歩いていきましたので、もう下見てこう水浸しなんですよね、ルートが、はい、だから水を避けながらこう歩いてきましたので、はいはい、あんまり周りの風景を見るっていう余裕は全くなかったんですよね、はいはい、ひたすらもう下るっていう。前日はガスで全部、そうですね、前日はガスで全く見えなくて、はいはい、次の日はもう大雨で顔を上げることさえ結構きつかったっていう感じですね。だからもう頭の中はもうとにかく早く下山しようと、はい、ひたすら降りていきた
がついた時にさっき言ったようにうつ伏せ状態で、はい、気がついた。で今何時だろうと思って腕時計を見たら実はこの時計なかったんですよ。なくなってた、はい、多分滑落して滑り落ちてる間にどっかに飛んでいった。ぼーっとしていたら右手に黒い塊がこうあってよく見たらこの時計だった。だから時計が見つかった。これで時間とか日にちが分かるな。でその次に水1リットルを飲み干してしまって、ああこれで私も命尽きたかと思ったところ、湧き水が発見された。もうこれで私は神様からお前生きろとああまだ子供小さいんだし、もうねちゃんと大きくなるまでお前仕事頑張れと、そういうこと言われたんだな。私はそう思った。もう私は生かされたと。まあザックは全部下ろして横に置いてこう背中をつけている状態だったんですが、こういう普通のこう石なんだけれども、これがずっとこう体に当たってると結構痛いんですよね。その次の日からこの石の除去作業が始まった。でもう一つはこう急斜面なので、もう少し体が安定するようにっていうこと で石を取りながらこう掘っていこうっていう作業を始めたんですね。こういう枯葉を集めようと。で最初はまあこの周り、あの手が届くような範囲のものをこう集めて、ここにこうザーッとこう集めてこう引いて、でここでこう一日を過ごすと。で次の日になるとこれがもう完全に濡れちゃってるので、じゃあまたこれまた一からこれどかしてどかして、でまたあの石をさらにまたこうどかす作業を始めると、でどん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 こう深く掘っていくと、掘っていくと、でだん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 あの周りの葉っぱがなくなりますから、で最初のうちはこう四つん這いでこう取りに行くんですね。でそれが3日目4日目になるとやっぱり 4,5 メーターもっと離れたところにじゃないとありませんので、そうなるともう四つん這いで張ってっていうのはもう非効率な作業になっちゃうんで、もうこれは立つしかないと。でそこで立ち始めたんですね。で枯葉のあるところまで行って、で片手にはまあビニール袋を持ってそれに枯葉を入れて、でまた戻ってきて枯葉を置くと。で石を3段ぐらいこう積み重ねてこういうような感じで足場として、でこうするとまあ安定すると。まあこれで数日間過ごしていたら今度は雨が降り始めた。かなりまあ急な斜面だって、案の定こう流れていっちゃったんです。下にくさびを打とうということで、まずその下にこうくさびを打っていったんですね。でちょっとしたことでは流れないようにしてやっぱり肋骨を折って呼吸も非常に苦しくて、また背骨もね、まあ最終的には折れてたわけで、まあ当然ながらかなりの激痛だったし、だからこの痛みをこう忘れるためにも何か別のことをしてたい。だから一つはこう野鳥にこういろいろと思いをこう変えていくっていうのが一つと、でもう一つはこの土木作業ですね。
お腹が空くとかってもう食べるものがないのでもうどうしようもない。だから考えてもしょうがないじゃないですか。考えてもしょうがないからもう一切考えないんです、だから私はその空腹に対してはあんまりきついっていう感じはなかったんですよね。2リッターだけ水を飲んでいればまあ大丈夫だろうと、生きていけるだろうと、脂肪は体にいっぱいついてるしあれ作って食べよう、これ作って食べようとか、だから野鳥にもこう後ろの方に書いてますけど、キャンプ行ったらこんな料理作ってとか、あんな料理作ってとかいうのはいっぱいメニュー書いてますえー、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。とにかく疲れましたね。疲れました、はい、まあ、背骨を折ってから自分の体力に自信がなかったっていうところも実際あったので、はい、本当に登れるんだろうかっていう心配が先に立ってなかなか一歩前に出られなかったっていうのもあったんですよね、はいはい、でやっぱり山って本当にいいなって、はい、また行きたいな、そのためにはもう一度ちゃんと体力を作って、はい、でしっかりと鍛えて、はい、もう一度登りたいなっていうふうに思いますね、はいはい、まあ、私も初めてその現場見てみて、いや確かにここは視界が悪いと迷いやすいな、標識とか理論が見えてる分にはいいんですけども、うん、ちょっとルートを外れてしまうと、うん、それが見えなくなってしまう。そうですね。で、そうなると同じような地形がバーッと広がってるじゃないですか、うん、で踏み跡らしきものもついてる、あれどっちなんだろうっていうんで右往左往してるうちにもう本当に現在地が分からなくなってしまうっていうリスクはすごい高い場所だなっていうのがありました。ですから私が思ったのはその最後に確認した標識があるじゃないですか、だからそこまで戻って戻れればそう右往左往せずに、そうですね、あれどっちかなっておかしいなって言った時に見当たらないぞとなったら、まずその標識、最後に確認した標識まで戻って、そこで少し落ち着いてじっくりもう一回観察してみるという作業が必要なのかなって思いましたね、はい、絶対慌てず、はい、行動して、はい、で分かんなくなったら戻るっていうことなんだろうなので、はい、当時もまあ、滑落してから下でこう考えてた時に思ったのは、あれ戻ればよかったんじゃないかって思ったわけですよ。無理して行っちゃったから結局13日間、はい、帰ってこれなくなったわけで、はいはい、無理せずに分かんなくなったまた戻って、はい、場合によっては山小屋まで戻ってですね、なるほど、あの辺りで迷ったんだけど、はい、どうなんだろうかと、どっちなんだろうかって聞けば、はい、まあ1日か遅れて帰ることにはなったかもしれないけれども、まあ、1日で済んだと、はい、なんだろうなというふうに当時思ったんですよね、はいはい、だから絶対に無理しない、はい、無理しないで分かんなくなったら戻ると、はい、これに尽きるのかなと、はい、すぐですよね、すぐですね、はい、と思いましたね、はい。
あと一つ感じたのは、我々まあ今日は地図アプリを見ながら行動してましたけども、はいはい、今日のような状況下では有効だなと。そうですね、はい、感じたんで。戸橋さんも確か地図アプリはダウンロードしてたけど、してなかったんです。地図アプリは入れてたんじゃないですか。そうですね、はい、ただその地図をダウンロードしてなかった、ダウンロードしてなかったっていうですね、はい、ですから自分もいろんな人に話を聞くと、やっぱりそういう方って多いんですよね。地図アプリはダウンロードしてるんですけども、入れてるんですけども、それで安心しちゃって、あの使い方を知らない、わからない、地図をダウンロードしてないっていう方がすごく多いんで、もちろんあの地図アプリ完璧ではないと思うんです。いろいろウィークポイントもあると思うんですが、ちゃんと使いこなせれば今日のような状況下ではすごく有効だなと、うん、絶対有効ですね、はい、そうですね、それはあの使って損はないと思いますので、それではちょっと言ってみてください、はいはい、そうですね、はい、今日はご同行いただいた上に貴重なお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。はい、で視聴者の皆さんもですね、こういうケーススタディは非常に、遭難事故防止の参考になると思いますので、動画を見ていただいて、同じような事故を繰り返さないように、注意していただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました